血は流したくない。聞いてくれ。この程度なら、さっき俺のなら知る。この意識のことだ。血は流したくない。聞いてくれ。さっき通れぬか。切る。そんな。無益の血は流したくない。聞いてくれ。だが通れぬなら切る。そんな ここで立ち止まるわけにはいかない。今のうちに。レオハルト、エルフの娘を助けたこと、そして私にとどめを刺さなかったこと、その甘さがいずれ命取りになるぞ。秘伝のご注目。レオンハルトよ、祭り事は綺麗事だけではできぬのだ。心外だな。騎士として剣を持つからには自らの血をな。王国は聞いている。ならば無駄な戦いはしたくありません。あなたが命令違反をしたのは事実。非は私にあります。どのような罰でも受けましょう。ですがこの少女だけは助けていただきたい。聞けぬ。あなたが切っておる。ここを通らせてもらいます。その潔癖なところは父親そっくりだな。だからまあいい。黒の騎士よ、秘伝の力確かめさせてもらうぞ。守ると約束した。俺も後から必ず追いつく。私待ってる。だから絶対に。子供の足だ。そう遠くへは逃げられまい。いや、金色のレオよ。たとえ
で命を失うことになろうとも。無益の血は流したくない。聞いてくれ。没落した貴族の慣れの果てというのではあまりにも醜い。なあ、レオンハルトよ。とどめを刺してやってもよいが、裏切り者の末路がどうなるか、軍の規律を引き締め直すにはいい機会だ。恨むのなら己の非力さを恨むのだな。エルフの少女一人、守る力もないのか。死ぬということなのか。結局俺には何もできなかった。俺に力があればです。誰だ。望むならば力を与えましょう。そう、神をも滑る力を。私はディシャナ。世界の均衡を望む者、力を望むのであれば、私にあなたの全てを捧げてもらいます。未来永劫、あなただけではなく、死死孫孫に至るまで、魂の器としての宿命から逃れることはできなくなります。魂の器。あなたに残された時間はわずか。魂の束縛か死か。俺は約束したんだ、あの子と。俺に力を、せめて守りたいものを守れるだけの力を。そのためならばこの命、いや未来へとつながるこの魂までも、ディシャナ、あなたに捧げる。いいでしょう。その輝きこそ私が望んでいたもの。あなたに力を。待ちなさい。無益の血は流したくない。聞いてくれ。さっき通れぬなら斬る。情けはかけない。無益の血は流したくない。聞いてくれ。
切る。情けはかけない。私のことを助けてくれて。そうか、私もありがとう。あなたのおかげで彼女との約束を破らずに済みそうだ。主を守護することが我が役目、我はそのためにある。主？主とはどういう？詮索は後です。彼女が襲われたとなれば、まだこの辺りに兵が残っているかもしれません。そうですね。まずは落ち着ける場所まで行こう。話はそれからだ。行こう。君の名前は？私はエリス。エリスか。素敵な名前だね。どこへ向かうのですか？とりあえず奥に進むしかないでしょう。この先に町か村でもあればいいのですが。だったら私が案内してあげる。この辺りはお買い物の時によく通るから近道も知ってるし。それじゃあエリス、